さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある早いんだよ秘密の研究室からパリウム研究員が登場終わったんだここで喋ってくるダーちゃんからのネタバレ解禁もあったらしいからさ、はい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 、もう掲示板では踊っているさそりゃ踊っているさっていうのはあれだからね文字が踊ってるもだしパリウム研究員も踊ってるし俺たちも踊ってるにかかってるからねそういうのですはい、俺の初日俺の初日の声6年半前5月からの国内アリーナその時からパリウム好きもういいよ8月からの北米ツアーついにねドーベルエディション無事終了しましたお疲れ様でございます今夜はですね Perfume6 ツアー2010のコズミックエクスポ遠山ですまあ俺初日の俺コズミックエクスプローラーを振り返っていきます Perfume ロックス Perfume 研究方よろしくすいませんPerfume Locks Starring Perfumeたくさんの生徒からの依頼。ドームエディションを研究せよ。Perfume6 ツアー2016コズミックエクスプローラー。5月からスタートした国内のアリーナツアー。8月からスタートした北米ツアー。そして今回のドームツアーと続いてきましたが、無事、ファイナル迎えました。ありがとう。帰ってきたよ。ありがとう。5月からスタートしましたので、まあ、約半年ですね、はい、同じことを、うん、同じこと同じアルバムのツアーをやり続けるということを初めて挑戦しました、うん、でもそれもこう場所が変わったり、うん、形が変わったりして、うん、悩んだところもありましたがあった、ね、新しい発見もたくさんありましたね、うん、最初アリーナでできたことが、うんアメリカでは持っていけないことが多すぎてその中でじゃあこの曲は大事にこうしようと考えてたことがハプニングでダメだったりとかいろいろあったよねでもそこでアメリカで気づいたこともあったよねあったこういうやり方の方がいいかもしれないってねでやっぱアリーナで消化してる自分たちのコズミックエクスプローラーへの気持ちもあるじゃん、うんうん、ちゃんと消化させて天へ召されたみたいな、うん、みんなと共感できたことによるうんあったあったよしつながり合えただったらこれを次どうやって見せてくれんのっていうみんなの期待と、うん、自分たちもそこにサプライズを踏まえたいみたいな、うん、ところもうまく、うん、なんか合致できてドーム迎えられたような気がして、うん、ねえなんかもう全部話せるのに、うん、癖でかこう隠して話しちゃうねそうだねもうずっとネタバレしないようにしないようにっていう半年、うん、ねえだったから、うん、なんか身についちゃっててそうでもみんな書き込み、うん、たくさんしてくれてるよねえ、うん、三重県男の子17歳ラジオネーム小学校生活1年目、うん、17歳なのにどういうことなちょっと難しい話名古屋ドーム2日目参戦しましたありがとうありがとうかなりPerfumeさん張り切りましたと言っておきます、うん、身長が160センチの自分でも今日は宇宙を超えられた気がしますわあどういうことかなすごいもうでっかくなったんだね一緒に宇宙行ってきたもんねそうね旅したもんねうん、うん、初めて名古屋ドームたったから初の名古屋ドームだったねそうそうそう名古屋はすごい思い入れがある昔からこう支えてくれてるところだから、うん、とっても嬉しかったし、うん、みんなとなんかね仲良くなれた名古屋2日間だった気がする、うんうん、なんか大阪とはまた違うこうなんていうんだろうあったかさを感じたよね、うんうんうん、独特のあやっぱインディーズの頃からそれは結構感じてて、うん、その感じが居心地よくって、うんうん、名古屋くん楽しみで、うんうん、でもそれはさやっぱイベントやってる時の私たちだから、うんうん、でもそれが会場がどんどん大きくなってドームでもちゃんと温かくて、うん、変わらずみんなが応援しに来てくれてる嬉しかったね嬉しかった、なんかコスプレしてくれてた女の子の、うん、その洋服も、うん、めちゃくちゃマニアックで、うん、やっぱ昔から応援してくれてるからなのか、うん、あのビタミンドロップっていう、うん、皆さんご存知ないと思いますけども、うん、あのインディーズの頃に出してた3枚目の曲なんだけれども、うんうんそうこの曲あそうこの曲その時のねなんか PV 出てきたビタミンドロップっていう飴、うん、ドロップを持って超マニアックで黄色と黄緑とオレンジっていう、うん、なんでその色にしたんっていうワンピースそれを着て、うんうん、若い女の子が来てくれたよね、うん、ねしかも、うん、結構目立つ場所にいたからそうそうそう目についてね、うんうん、完成度高かっ
ったし、うん、ねえ、あれ嬉しかったね。いい出会いだった。さすが名古屋。さすが名古屋でした。続きまして、愛知県17歳男の子、ラジオネームデルタエコーくん、よう見とんなに来てます。お、名古屋ドーム2日目、うん、先日の京セラドームで某曲の振り付け、いつもノッチが踊っている部分を歌詞歌が踊っていた。すごい、うん、見間違えの可能性もあるので、本日名古屋ドームでもう一度確かめました。お、やっぱり歌詞歌が踊ってた。お、他の日はあーちゃんだったりするのだろうか。よう見とんなよう気づいたね。これはすごいです。そうそう、よう見とんな星3つです。3つです。これはすごい。パーティーメーカーですね。そこの、うん、なんでノリノリになる、うん、パーティーメーカー、チャン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 。私のっちがそう一人で踊ってるとこ、うん、そこを今回は歌集歌。そうなんや。そうなんで、今回のドームは私が踊っています。やばいよね。あれいいよね。あれいい。その気候の兼ね合いで、うん、私とのっちが本当は踊る予定だったんですよ、うん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 、先にね。そう、うん、けどちょっとあそこよりもゆかちゃんに踊った方もらった方がやっぱりかっこいいという話になり、で気候問題的にも、うん、じゃあもっと上上がっちゃおうってなって、うん、ゆかちゃんだいぶ上上がってます。上がってます。上上がって一人であのダンス、うん、あれかっこいいよね。かっこいい。なんかやっぱ踊る人が違うと全然印象違うんだなって思った。確かに、うん、なんだろう、あの上品なパーティーメーカー大シャドルお人形さんが踊ってるみたいな。面白い、うん、いや私とだからのっちはすっごい遠いところなんだけど、うん、向き合ってるわけよ、うん、向き合って、うん、その歩いて、うん、こうなんていうの、気候のね、うん、車に乗るんだけども、うん、その時ののっちが見たことない真摯な顔してた今は歌集歌の時間なるほど、立ててるのね。そういうことなんだね。なるほどね。そうそう、楽しい。でもそういうの楽しんでるね。楽しいよ。楽しい。そう、あそこ結構私も楽しんでたところだったの、うん、自分が静かでこんなに盛り上がってる今から来るとこなのにこんな盛り上がってるところで私は静かにいるパーティーメーカーツン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 。もう結構真摯ですから何も言わないヒューもハーも言わない私。いやこれはもうね、やっぱもう踊ってる私たちにしかわからない楽しさだと思いますけども、ね、みんなはね踊り食ってほしいんだけども、うんうん、読み取ったね。さすが、これすごい。今までのやつを知っとらんとわからんことじゃけね。これはほんま今までの読み取んながら一番すごいと思いますよ。だってまだ作品化されてませんし。そうだよね。確かにこれはすごい、うん、読み取んな。読み取った。皆さんこんばんは、歌集歌です。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。ドームエディションはどこがドーム級だったのかを研究せよ。アリーナツアーとドームツアーでどこが違ったのか、うんうん、こちら研究していきたいと思います。しましょう、はい、まずは、うん、全く違ったもの。はい、セットですよね。セット違います。アリーナはこう I の字っていうか、うん、セットこうステージが3つあって、それを直線でつないでるっていう、うん、1本で一直線になるステージの作りだったんだけど、うん、ドームはなんていうの、十字、うん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 、そうだね、十字で。でもまあ基本は T なんだよね。基本は T でプラス動くステージで前に出れるっていう作り、うんうんうん、だからステージの数が増えてました。そうだね、うん、でだから向きも全然違って、うんうん、そのなんていうの、あーね、野球で説明できたらいいな、ね、の、ね、南を向いて、アリーナはライブしてたでしょ、うんうん、だとしたら東が主に前としてやってた。そうだね、そういうこと、うん、そういうこと、うん、そういうこと、そういうこと。これっ て、 いい、ちっちゃいことだと思うけど、あの踊ってる私たちからしたら本当にややこしい。いやみんなもねだいぶややこしかったと思うよ。ややこしかったかな。360度だったじゃん、アリーナ。うんうん、で基本全部が見られてる、まあ、うん、ドームも全部ですけども、うんうん、でもその360度感はアリーナがすごかったよね、うん、そうだね、うん、で、あのあれもやってたし、3569もやってたから、うんうん、スゴロクやってたから、うん、いろんな方向向いて踊ってたからね。そうそうそう、そこです。それは大きな違い。あとはまあお客さんの集客数ですよね、うん、そうだね、うん、大きさ2倍3倍ですから。大きさ違った、うん、それ違った。そう、今話にも出たスゴロク、うん、スゴロクをね、うん、3569ではやってたんですよ。
そうそう、明るく聞いてあの、アリーナではやってたんだよアリーナでやってたけどドームではやめたんだよね。そうそう、その代わり後半がすごい攻めのセットリストで、あれはだからお客さん的にまあ、盛り上がってくれてたのよ。実際に盛り上がってくれてた、すごかったよ。ドームでやったセットリストは、お客さんも確かに超盛り上がってくれてた、であれはやっぱアメリカでもああいう風なのをやって、それで手応えを感じて、やっぱシンプルにこういくのがいいんじゃないかっていう話になって、アメリカのをこう題材にしてドームをやってるんですよ。ベースをアメリカのものとして、そこからこうグレードアップ、ドームサイズに変えたっていう感じ、ね、全部変えて気候も踏まえて変えたっていう感じなんだけども、もううちら的には体力の限界足が笑うってほんまにあそこ最後何曲続くんだろうか。6曲ぐらい続くよな。フェイクイット、エレクトロ、パーティーメーカー、大丈夫ない、パーフェクトスター、チョコレートディスコ、スタートレイン、7曲もで1回6曲でやったんよ、大阪ドーム、パーフェクトスターない時ね。そう、で辛いってなって、これ結構やばくて足が感覚がなくなっちゃうよ、そうなんていうの、痛くなりすぎてつま先の感覚なくなって、つま先しかついてないのに感覚なくなったらめっちゃ怖いよ。ほんでこれちょっとどうにかせないけんって話になって、1曲減らすかとか普通なる話なのに、よし1曲増やそうってなったんですよ。なんでどうしてどうしてほんで例えばマカロニとか柔らかい曲入れるなら分かるんですけど、ちょっと一旦ブレイクになるようなね、いや私たちここで今攻めてます、攻めは変えられないです、っていうことで入ったのがパーフェクトスター。やっぱちょっとこう切なさを足した、A 面、みたいな曲がいいよねってなったんだけどあれ増えたぞ考えたら足のステップ細かくないすげえハウスだぞってなってあれには結構驚いた。そうだね、アリーナだったらその盛り上がる曲たちの前にスゴロクでさ、サイコロを振って何の曲ですみたいな、ちょっとブレイクの時間があったわけ。そうね、それがドームではなかったから、なかった、結構しんどかったよね。攻めてた、曲順も全然変えましたよ。変えました。だから3569がやっぱあったのがアリーナ、まあそれはまあ昨年やった3569を見てない地方の人たちも見てほしいっていう思いがあって、そうだ、持っていこうってね、持ってったんですよね、あれもまあわがまま言いましたので、スタッフさんに本当にありがとうございましたです。ありがとうございます。歌手歌がさ、パフュームロックスでさ、ドームで変わること、ネタバレギリギリで言うってやつで、前後が変わりますみたいな、言ってたじゃん、私が言いたかったのは、アリーナはストーリーから始まって、中間でこう着替えて出てくる時がコズミック、だから第2部はコズミックから始まるのを、ドームではコズミックから始まって、第2部は新しい曲で始まるっていう、そうなんです、前後の入れ替えだったんです。そうなんです、それもアメリカからね、こうやってみようってなって、いいねってなったんだよね、そのセットリストの作り方が。よかった。でもやっぱコズミックエクスプローラーというアルバムへの愛が強すぎて、やっぱ一度そうじゃないのでアリーナでみんなとちゃんと握手できたから、ど真ん中ができる、ドームでっていう、こうなんかあったよね、流れがあったね、すごいわかる、いろいろあったね、いろいろあった、これも話したりな、そうそう、メドレーもね、メドレーのことも話したいけどね、衣装も変えたしとかね、変えたしね、置き手が入ったりとかね、そうそうそう、いっぱいあったんですよ。まあこれはちょっと作品になったら、その時にまたたっぷりとお話ししましょうか。はい、改めて今年の全てのツアーに足を運んでくれていた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみにね、校長も来てましたね。来てました、名古屋に来てくれました。名古屋まで来てくれたね、わざわざ ね忙しいのに、ほんまよ、期間中のように感想言っとったわね、人間止まらないっていうアルバムだと新幹線乗って帰んなかったよね。そうだね、本当そう思う打ち上げ来てたよね。そうだね、いや嬉しかったね、ありがとう。そして今日のスクールオブロックはポケモンスペシャルをお届け中です。わお、ポケモン今回のツアー、なんかありましたよね、私たちも偶然なんですけどね、なんかポケモン150匹捕まえた君も、まだの君も、言えるかな、言えるかな、言えるだろうか。ピカチュウ海流やドランピタンコダックコラッタズバッタギャロップサンダースメリズラキャメはバボーカラカラカマカマカラカラ不思議だね、ピーアーボイブイブツワンデン
で終了。これやってました。ドームで歌った。すごい大多数の人を置き去りにして歌った。うん、楽しかったね。確かに楽しかった。大好きだもん。うん、だけどね。どうしようかな、どうする。何がですか。いや俺今日マジで4時間半喋れるから、このパートで。いやいや何やってんだよ。止まんなくなる。この PTA のコーナーもめちゃめちゃ楽しかったし、はい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 、みんなで一緒にポケモンの歌歌ってね、はい、これもよく3人がとにかく楽しそうだった。でアメリカやっぱつらい、まあ、向こうでもやっぱポケモンにしてずっと遊んでるわけだから3人は。でレベルのなんかいろんな話があったりとか、さら、うん、にあと何どうしようかなとな、あれかね、パーフェクトスターかな、やっぱりね、はいはいはい、パーフェクトスター、パーフェクトスタイル、俺めちゃめちゃ好きな曲で、はい、それをやっぱりこう、まあ、久々に聴けてやっぱいい曲だなと思ったし、うんうん、あれ追加だったんだね。だからね、初日は全然やってなかったから、初日のみんなごめんな、これな。でも本当にこう素敵な曲で、やっぱりね、パーフェクトスターをドームでやるってなると、うん、今までの俺の例のあれだったら感想言ってた時ってこの感じだったんだね。歌中とかにハンドマイクで移動しちゃうわけだから、振り付けがね、うん、ないわけ。あーなるほど、ドーム移動するから。はいはい、移動する分、ね、ただ今回のドームエディションはほぼしっかり踊ってくれた。おーありがとう。うわすげえ。これはやっぱりね、このね、届かないっつって、届かないってやって、でパンドゥーンと出て、ここね、ここ、ここのあの両手ちゃんと動いてるよ。こうちゃん同じ動きをしてる、ちゃんと。ここで、ここはやっぱ可愛いんだよ。手をてるちゃんと、これをずっと見れたことがまず嬉しい。ほんでこういう感想本当に止まんなくなっちゃって、はい、あの俺あまりにもうるさすぎて、はい、結構遠くにいたミキコ先生が誰が今喋ってんのみたいな感じ、覗きに来るみたいなこともありました。あれ申し訳ない、本当にね。あとあの大丈夫だいの時もいろんなハプニングがあって、俺見る時はね、その辺の模様もね、なんか4コマ漫画みたいなやつが、これヒールが飛んじゃってんだけど乗っちゃう最後ね。4コマ漫画にしてくれてる人がツイッターに、うん、上げてくれたりとかするんで、探してみんな見てみて、止まりません、止めます。ということでドームエディションお疲れ様でございました。止めた。あ、大丈夫か校長。あ、終了。明日のこの時間はスクローブロックの新ロスの代表アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロス